あれか、マイナス L 分の L じゃない、マイナス LTI C 分の9か。単位時間あたりに通過する電気量なんで、このまとめを2つの式を1として、時間で微分する、これは比較して対応関係にあるわけだよな。だからこっちで言うと V と I が対応してて X と Q が対応してるって言えばいいのか。で、この対応関係を見比べたときに、A イコールマイナスオメガ2乗 X の形と比較することで、係数というか比べる、C 分の1か。おそらく単振動、振動系の周期的な現象が起こるんだということが予測できるわけだよね。単振動の方程式と回路方程式の形を見比べて、がルート LC 分の1になって、周期の定義が2倍割る角速度オメガだから、2倍ルート LC か。で、これ単位は秒だよね。単位は秒、セカンド。からの、そこからまた、なんていうかな、周波数の定義、振動数の定義は t 分の1だから、2π ルート lc 分の1。これは単位はヘルツかな。で、こっからさらに、